バードライブやディストーションについて中級者向けのお話を3種類ぐらいに分かれるんじゃないかな。そのまんまオーバードライブバリバリしません。使い方が違うんだっていうことを知っていただければ各エフェクターどれでも使いやすくなる。バズマンです。今日はオーバードライブやディストーションについてですね、ちょっと中級者向けのお話をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、というわけでですね、今日はオーバードライブのことについてやりたいと思いますが、ちょっと中級者編ですね。僕の主観にもなってくると思うんですけども、ここら辺を一回ちょっと整理してお話ししてみたいなと思ってます。で、オーバードライブ最初は TS9 とかボスのオーバードライブとか買ってですね、まあ使うことになると思うんですが、いろんな人のこだわりとか聞いて、そっちの方がいいかもしれない、こっちの方がいいかもしれないっつってだんだん買い進めることになりますよね。皆さんね、僕もたくさん持ってます。それでですね、大きく分けると3種類ぐらいに分かれるんじゃないかなと思っております。まずですね、そのまんまオーバードライブですねっていうやつですね。特にあのボスのオーバードライブが一番わかりやすいかなと思いますけど、オーバードライブですねってもう何も文句がありませんと。ただ単純に歪みすぎないで歪みますねっていうオーバードライブが一つありますよね。そしてなんかバリバリしませんっていう、最近よくあるんですけど、なんかバリバリしててなんかいい音じゃありませんよねみたいなオーバードライブってありません？ね、ここのお話もしたいなと思ってます、ね、で3つ目はですね、ちょっとこれ歪みすぎてませんっていうねオーバードライブもありますよね。この3つに分かれるんじゃないかなと思うんですよ。はい、なのでですね、1つずつ皆さんもしこの3つに疑問を持っていたらいいなと思ってちょっと話を進めていきたいなと思います。さあ、早速行きたいと思いますが、オーバードライブといえばもうボスさんですよね。スーパーオーバードライブにしても、まあこうやってオーバードライブディストーションにしても、僕はもう子供の時からこれ使ってるんで大好きなんですけども、それと、まあブルースドライバーに関してもですね、オーバードライブの枠を飛び出ないで、とっても、まあ、歪みすぎないで、もう誰が聞いてもオーバードライブですねっていう音なんで、まだ買ったことがない方はこれを基準になると思うので、ぜひですね、買ってみていただきたいなと思います。で、もうとにかく誰にでもおすすめできるものといえばボスさんのオーバードライブじゃないでしょうか。はい、ここが基準になりますので、まあ一応ちょっと先にご紹介してみました。それではですね、2つ目はですね、よりディストーションっぽいオーバードライブというのもあります。まさにこのペダル、先ほど紹介したこのペダルもそうなんですけど、つまみを回すとですね、ディストーションにだんだん近づいていくということですね。はい、これだけじゃなくてですね、セカンドの方でもご紹介したんですけど、819という TS9 が元になったペダルもあるんですよ。こちらもですね、歪ませるとめちゃくちゃ歪みます。今ほんとドライブマックスなんですけど、パズカっていうぐらいブリブリって潰れますね。はい、こういう風にですね、オーバードライブの中でも設定によってはかなりディストーションまで近づくよと、そこまでカバーできますよっていうものも存在するんですよ。一応回路的にはそんなに違いがなく、まあもちろんパーツとかで音色は変わりますけども、元はオーバードライブの回路なんですが、まあちょっとよりケバケバ仕様とか出るようなパーツを選べばディストーションと呼ばれたり、ソフトな感じだとオーバードライブと呼ばれたりするわけですけども、まあ基本的には直線上に同じものとして存在するのがディストーションとオーバードライブのようですね。だからまあこうやってほんの一つのつまみを変えていくだけでですね、こうやって切り替えることができるわけですね。これがディストーション、これがオーバードライブっていう定義ははっきりとはないみたいなんですね。ここは知っとくと便利かなと思います。さあ、今日のですね、メインイベントになるんですけども、これがちょっとお話ししたくてこの回を作ったんですが、ブースト系というのがありますよね。それは皆さんご存知だと思いますね。中級上級の方も絶対知ってると思います。ただその中にはですね、バリバリ系っていうのがない。バリバリ系ね、なんかよく僕がですね、ご紹介するエフェクターの中にはですね、バリバリ系というのがですね、存在するわけですよ。バリバリ系というのはね、何かというとですね、まあこんな音ですね。ちょっと弾いてみますよ。
ね、こういうのをね、ご紹介すると、全然いい音じゃねえじゃん、みたいなね、よくレビューがあったりするわけですけども、まあまあ聞いてください。ですね、まず、TS9 っていうのがありますよね。TS9 っていうのはまあこういう音なんですけども、これって、TS9 って、よく聞くとですね、クリーンと、ね、歪み成分っていうのが、別々に聞こえません。クリーントーンと、歪みの音が同時に出てる感じがしません？ね。これがですね、TS9 の特徴なんですね。で、クリーントーンが、その音の成分に入っているので、単体で使うとですね、いや、いいんですよ。全然単体で使ってもいいんだけど、単体で使うと、どうしてもね、なんかこう、オーバードライブとしてはちょっと、使いにくいかなという。ね。クリーンの音がすごく生々しく聞こえるので、なんか物足りなくも聞こえる。クリーンなようにも聞こえてしまうので、ちょっと使いにくいかなと思う方も多いと思うんです。で、やっぱり、TS9 っていうのは、ボリュームを上げてって、クリーンが出ていきますから、こういうですね、しっかりと、本体でも歪むようなギターアンプをですね、クライアンチに設定しておいて、ブーストに使ったりするのには、この TS9 っていうのは、もう本当、得意技というか、そういうことがしやすいんですね。しやすいんですが、単体で、使うとちょっと物足りなくなってしまうんで、意外とちゃんとオーバードライブかけたいんだったら、オーバードライブ系そのまんまオーバードライブになるっていうペダルを使ってもらった方がいいのかなと。いや、もちろん好きに使ってください。好きに使っていいんですけども、そこでお困りの方はそういう風に違いがあるんですよと。クリーンが強くミックスされているものはブーストとして使った方が使いやすいかもしれませんねってことなんですね。まずはこれが基本ですね。そしてこの今ご紹介しているバリバリする音のやつっていうのは、これもまさにですね、ブースト系なんですよ。ブースト系。で、単体で歪ませるものではなかったりとか、まあ、高級な真空管アンプを使うとですね、意外と成立してくれたりするものだったりするんです。どういうことかというと、このアンプのですね、クランチを聞いてください。ちょっとソロを取るのにはですね、物足りないですね。ここにバリバリ系のエフェクターをですね、加えると、めちゃくちゃクリーミーでいい音がするんですよ。というわけでですね、ただのブースターじゃなくて、ちょっとこう、スパイスも加えるエフェクター、バリバリ系というのも存在します。はい、というわけでですね、今日はオーバードライブ中級者向けにですね、3種類あるよっていうことでですね、お話ししました。一つはそのまんまもアンプの2チャンネルみたいに何の誰も文句も言わないオーバードライブのような音が出るもの、そしてディストーションに近いようなもの、そしてブースト系ですね。ブースト系の中でもまあバリバリ系っていうのもありますよということでですね、ちょっと使用方法が違うかなと思います。それでまあオーバードライブ買おうと思ってたのにバリバリ系なんかを買っちゃうと、なんかちょっといまいちだなって言われてしまうっていう現状があるよねっていうことですね。はい、ディストーションっぽいのが欲しかったのにオーバードライブ買っちゃって歪みが足りんっていう人もいるでしょうね。意外とですね、こうやって3種類あるので、ちょっとなんか誤解が生まれたりしてですね、ちょっと評価が低くなってしまったりするのが実情だと思います。そうじゃなくてですね、使い方が違うんだっていうことを知っていただければ、まあ各エフェクターどれでもですね、使いやすくなると思うので、ぜひトライしてみてください。というわけでですね、今日もご視聴ありがとうございました。またギターのネタいろいろ出していきたいと思いますんで、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。